ミロシュクラシッチは、ユーゴスラビア出身のセルビア代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは MF。クラブでは、右サイドを主戦場としているが、代表では、左サイドも務める。1999年、14歳の時に当時、ユーゴスラビアのボイボディナ・ノビサドへ移籍。ボイボディナ在籍の4年半で、合計75試合に出場。 チームキャプテンも務めた。2004年1月、ロシアのチェスカ・モスクワ移籍。1年目こそはレギュラーをつかめなかったものの、2年目となった2005年シーズンからは、左ウィングとしてレギュラーに定着し、クスカの数々のタイトル獲得に貢献。2009年のセルビア年間最優秀選手に選ばれた。 2010年8月19日、イタリアのユベントスに移籍金1500万ユーロで移籍。9月26日のカリアリ戦で移籍後初ゴールを挙げると、そのまま勢いに乗り、ハットトリックを達成した。前半戦は活躍したものの、後半戦では調子を落とした。2011から12シーズンに至っては、アントニオ・コンテ監督の戦術に合わないことや不信から、 ベンチ入りしないことも多かった。2012から13シーズンは、プレシーズンマッチで2試合連続ゴールを挙げるなどの活躍もあったが、2012年8月、700万ユーロでフェネルバフチェに移籍が決定。2013から14シーズンは、SC バスティアに、レンタル移籍。代表では、世代別では、U-21 セルビアモンテネグロ代表として、プレー モンテネグロ分離後のセルビア代表としては2006年11月15日のノルウェー戦で A 代表初キャップを記録。南アフリカワールドカップ予選のリトアニア戦で代表初得点を挙げた。2010FIFA ワールドカップでも主力選手として全3試合に先発出場した。同郷の選手であるブラディミル・ユーゴビッチの影響から子供の頃からユベントスファンで ユベントス遺跡を夢見ていた。タクラブからのオファーや金銭には目もくれず、ユベントスへの遺跡だけを考えていたと話し、ユベントスでキャリアを終えることを望んでいた。ありがとうございます。